じゃあ最高のセンスを感じる選手って誰でした？大谷くんじゃないですか。僕1回だけあるんですよ。1本だけヒットで4打数1安打かなんか打ってるんですよ。5打数1安打か。で、その時はまだ当時はあんまりこうまだ高卒の1年目とかぐらいかなだったんで、そんなにまだ覚醒する前じゃないですか。だけどやっぱりバッティング練習とか見てたんですけど、もうほとんど札幌ドームのスタンドインとかだったんで、こいつすごいなと思いました。だって普通に考えてくださいよ、160キロ投げてホームランを争いしてるんですよ、アメリカで。すごくないですか。そりゃさ、普通だったら大体の人はさ、どっちにするか決めるじゃないですか。ピッチャーに専念するか野手に専念するか決めるじゃないですか。あれは二刀流やるよね、そりゃ。だからもうやっぱりみんな入ったら、ああいうの、ああいうさ、大谷君とかさ、まあ、坂本勇人とか柳田とか、あそこら辺やっぱ目指してさ、みんな頑張るわけじゃん。でもやっぱどっかで気づくんだろうね。いや、これにはなれないけど、じゃあ自分が生きる道を探すかっていう。